北海道加藤郡の一加藤郡は、北海道十勝総合振興局の郡。人口 59,764 人、面積 1822.32 キロ平方メートル、人口密度 32.8 人、京平方メートル。以下の4町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記4町から音更町の一部、士幌町の一部、上士幌町の一部を除き、加西郡芽室町の一部、上川郡清水町の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の加藤郡域は、正木藩によって開かれた十勝場所に含まれた。江戸時代後期、加藤郡域は東蝦夷地に属していた。国防のため、寛政11年加藤郡域は天領とされた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、仙台藩が警護を行い、同6年の六藩分領以降は、仙台藩領となった。戊辰戦争終結直後の1869年、大宝律令の国軍里制を踏襲して、加藤郡が置かれた。北海道 1.29 町村制施行時の加藤郡の町村。ありがとうございます。